こんにちは。今日は4月19日金曜日です。今日は山も風が強いですが、乗鞍高原もですね、お昼頃からかなり風が強くなってきました。山はだいたい風速30メーター前後ですね。かなり強風になっております。観光センターに来ました。ご覧のように、雪はかなり溶けてはいますが、まだ一部残っております。ようやくですね、乗鞍高原も春を迎えることができました。自然保護センターも電気がついていますので、オープンしたのかなと思います。よかったらご利用なさってください。入場は無料になってます。県道乗鞍岳線の除雪はですね、暗がら山荘まで、終わったという情報を得ました。多分このまま行きますと、ゴールデンウィークにはですね、例年通り晴れ山バスが運行されると思われます。決定次第またお知らせいたします。こちらの水場所ですが、かなり大きくなりました。見ごろですね。だいぶ大きくなってます。背丈30センチぐらいですね。個人住宅地になりますので、立ち入りは前回おっしゃった通り禁止です。宮の原のですね、水場所もだいぶ咲いてきたというふうに聞いております。一ノ瀬駅に向かうこちらの道路ですが、通行止め解除になりました。自動車もですね、通行できるようになりました。こちらは、一ノ瀬駅とですね、伊賀や乗鞍ベース方面に向かう交差点になっております。伊賀谷方面行かれる方、こちらまだ通行止めになっております。これはなぜでしょうかね。ちょっとここ下降りてみます。伊賀谷に来ました。こちらは特にパイロン等で通行止めはですね、表示されておりません。でちょっとよくわからないですね。レストハウスシオンのところに来ました。息が見えるところですね。今日回覧板で、明日明後日ですね、正面の建物のレストランで、料理がですね、カレーライスなどが半額になります。明日明後日の2日間限定らしいです。この後、ちょっとチラシをですね、皆様に、ご覧になっていただきたいと思います。こちらです。明日明後日ですね、2日間限定、チーズフォンデュがですね半額、野菜カレーも半額、グラタンも半額に、なります。よかったら、利用なさってください。以上、乗鞍満喫でした。ではまた。